はい、どうも、東京トニーです。今回はアマチュア催眠術師としての俺が月の水戸の作画風景をバックに月の水戸を催眠で落とす方法を真剣に考察するというテーマで雑談する動画になっています。今回はアフレコのみなのでガチガチに台本作っています。だからね、ちょっと話し言葉が堅苦しいなと思った人はごめんなさい。まあ、これね、本来はやっちゃダメな企画かもしれないけど、俺の心のリビドーという気を抑えることができなかった。すまん。まず、俺がなんでこの企画をやろうかと思ったかっていうと、月の水戸が性癖食わず嫌い王っていうのをやっとって、その中の苦手ジャンルで催眠っていう風に言ってたんだよね。そんで、その中で月の水戸が催眠が苦手な理由が万能すぎるからって彼女は言ったのよ。そして、これは裏を返せば万能すぎるという部分を崩すことさえできれば、ハマる可能性があるなって個人的に思ったんだよね。まあ、彼女の言い分としては、多分、コンセプトとしては悪くないんだけど、細部のディティールが整っていない?だからもうちょっと細部を煮詰めてほしい?多分そんなニュアンスだったのよ。つまり、そこの体裁を整えてあげれば、月の水戸を攻略することができる。と、俺は思ったわけ。まあ、あくまで理論上だけどね。ライバーっていうのは結構特殊で、表の顔と裏の顔があって、ライバーをやってる時っていうのは基本裏の顔?まあ、もしくは裏寄りの顔をさらけ出しているわけ。だから、いざ話すとなると、表の顔の部分が出てきて邪魔するっていうことも十分に考えられるし、あと、それでもやっぱり本性をうまく隠せる人間もいるから、その辺まで考慮すると、まあ 100% の自信はないけど、まああくまでね、非暗示性って言って、催眠にかかる側の資質、能力によっては話も変わってくるし、まあだから、ヨタ話だと思って聞いてほしいかな。でもまあ個人的に、彼女はいけると思いました。まず、月の水戸と対面、話す場面から始まるよね。そんで多分ね、彼女ね、最初にね、催眠なんて本当にあるわけないじゃないですかって言ってくると思うのよ。まあ、催眠に対して疑心暗鬼なわけだから、当然だよね。そんでこっちも、彼女の言い分、まあ、催眠なんてあるわけないじゃないですかっていう言い分を受け入れてください。そう、催眠なんて嘘で本当にはないんですって、もう言ってあげる。ここで催眠があるかないかっていうのは実を言うと大きな問題ではなく、そこでディベートをしてもさ、月の水戸自身、まあ彼女自身の心の壁が厚くなるだけで何の得もしないわけ。まあ催眠があるにしろないにしろさ、それって水かけ論にしか過ぎないから、だったらね、手っ取り早く負け認めちゃった方が次のステップに進めやすいのよ。で、次のステップに進むわけなんだけど、多分彼女の反応は、まあ俺の予想だと3つに絞られると思うわけ。まずパターン1として、唖然として言葉を失う。まあこれが想定する一つの状態だよね。まあこれが大体 50% ぐらいの確率なんじゃないのかなと、俺は想定しとる。月の水戸は、まず真面目で優しい子だから、ゲームの中とかそういったルールの中で相手を攻撃すること自体はあるかもしれんけど、基本的に勝ってしまったらそれ以上死体蹴りみたいな攻撃を加えるようなアグレッシブさはないと個人的には思ってます。そしてパターン2。怒る。これが想定する二つ目の状態。まあ大体これが 27% ぐらいかな。真剣に話しに来てそれが嘘でしたっていう状態なわけだから、まあ無理もないよね。まあこれ辺も彼女は真面目な部分っていうのが透けて見える気がする。個人的に。そしてパターン3つ。共感が選べれたことに喜ぶ。これが大体 23% ぐらいかな。まあこの中をどれかになるのではと推測しています。まあ、どれに分岐をしても、ルート自体を一つに固定するので、刺したら問題はないんだけどね。逆に、これら以外の反応を見せるのであれば、少しまずいかもしれん。その場合は、その場の雰囲気で臨機応変に対応する必要はあるんだけど、そういう場合って結構ボロも出やすいんだよね。だからまあ、これら以外の反応が出た場合は、ちょっとまずい気がするかな。もし、月の水戸自体の反応に余裕があるのであれば、仮に催眠術がそこまで有用性が高いなら、実社会にもっと催眠術が満ち溢れているに違いないでしょうって畳みかけてあげてください。まあ、怒っとる場合とかはね、この言葉は言わない方がいいかもしれん。で、この言葉を聞いて彼女は確かにって納得してもらったら、もうこっちのもんだよね。で、まあ、話を変えるんだけど、催眠術っていうものを例に挙げるから怪しくなるんだよって。別に他人の行動や言動とかで感情が揺れ動くシーンなんていくらでもある。例えば、授業中に授業が退屈で眠くなることもあるし、
ファミレスとかで隣の人が美味しそうなものを食べていれば、そっちにしようかなって人間悩んだりもするしね。こうやって分かりやすい例を出してあげれば、向こうも納得できしてくれるんだよね。例えば、今は月のミトさんに息を3分止めてくださいって言ってもできないでしょ？でも、3分普通に呼吸をしてくださいって言われたらできるんだよね。ここで大事なのが、俺の言葉がうんぬんではなくて、人はしたい行動をするっていうことだよね。まあ、催眠術関係なしにね。人を頑張らせるっていうのはすごく難しいわけ。誰かの言葉や報酬があっても、それは容易なことじゃないわけよ。仕事とかもそうじゃん。それよりも、人を誘惑して堕落させる方がはるかに簡単なんだよ。その方が楽だし、楽しいし。で、ここまでの話を聞いてもらったら3割方は成功する。逆にここの段階で話に飽きてしまう場合、話を聞いてもらえない場合っていうのは失敗すると思う。例えばさ、月の人にこうやって切り出してほしい。ダイエット中の人がいます。その人は甘いものが大好きです。月の人さん、何か言い訳を作ってその人に甘いものを食べさせてあげてください。で、そうすると、月の人は何らかの答えを用意してくるわけよ。そして、その何らかの答えをちゃんと正解って言ってあげる。正解。つまりそれが催眠術です。できないことをやらせるわけではなくて、相手が本当はしたい行動を理解して、そっちの方に誘導するテクニックだよねっていう風に話を持っていく。そうすると彼女は納得してくれるわけ。まあ自分で意見出させたんだから当然だよね。こうやって相手の催眠術に対する壁を徐々に減らしていく。まあ警戒心を解いていくってことだよね。で、月の水戸さんもなんなら催眠術やってみませんか？いい雰囲気になったらこうやって切り出していく。まあやりたいことは、やりたくないことはできないっていう逃げ道もあるから、まあ、彼女はおそらく興味本位もしくは出ししぶりながらも首を縦に振ってくれるでしょう。まあ、ここでめちゃくちゃ否定的な態度を取られたら、それも負け筋。まあ、少しぐらいの否定だったら、彼女優しいし、まあ、結構好奇心旺盛な方だと思うから、まあ、お願いすればね、ため息混じりに許可をしてくれるでしょう。うまくいって、なんやかんや催眠落ちたとするじゃん。落ちたとするけど、でも手は絶対に出さないでほしい。もしするのであれば、まあ初めに、こんなことをやりますよっていう宣言をして、相手が了承の上で絶対にしてほしい。逆にね、そこでなんか変なことやって失敗すると、信頼関係が壊れちゃうわけ。それだけは催眠術師としては絶対に避けないといけないわけよ。逆に、ここでいい反応を引き出すことさえできたら、まあ次になんていくらでも繋がる機会が出てくるから、あと、この段階であんまり突拍子のないこと、あと、イメージがつかないこととか、その人が絶対できないだろうっていうことはやるべきじゃないよね。基本的に催眠術っていうのは3回ミスしたらアウトだと思ってほしい。占い師の人が健康、金銭面、人間関係と立て続けに3回外したら信頼なくすよね。それと同じで、催眠術師も1回から2回ぐらいのミスは許されるんだけど、3回目まで行くとさすがにアウトになる。例えば、犬になるっていう催眠かけた場合、その人が普段から犬になるふりをしてるんだったら話まだわかるけど、そうじゃない場合っていうのはやらない方が賢明だよね。その人がイメージできないから。だから、ロシア語が急に話せるようになるみたいな、できるようになる系のものも NG です。逆にさ、手足が重くなる経験は疲れたり、布団でだらーっとしてる時には起こりうるよね。自分の中で直感的にイメージできることだけを彼女にさせてあげてほしい。一発アウト、もしくはワンミスの可能性がある。それでもなおやってみたいなら話は別だけどね。まあ、やらない方が得策かな。もし、その、イメージつきづらいよっていう人は、その判断に困ったら、5歳ぐらいの子がわかることってイメージするとわかりやすいかな。で、それで、信頼関係ができてきたあたりだったら、まあ多少の老いたもできるようになってくるよね。まあ、信頼関係あるから、まあ、このぐらいのいたずらだったらいいかな、みたいな。で、その相手と自分との距離感を見つめながら、まあ、このぐらいだったら大丈夫だろうっていう線を、ちょっとずつちょっとずつ行くわけよ。で、催眠状態の月の人、まあ、彼女がエロくなる状況っていうのを作ってあげる。例えば、仕事終わりだとか、暇な時間とかに、何気なく同人やそういったサイトを見るのが、まあ、一番わかりやすいよね。で、その状況を催眠中の彼女がこんな状態だよっていう風にシミュレーションをさせてあげてください。で、催眠中の彼女にその状況でどんなジャンルを見ているかを聞けば答えてくれると思うから、
そんでそっちの方に話を進めていけば自然な流れで、まあエロい方に話を誘導することができるよね。そうやって少しずつ少しずつ回数を重ねて内容をエスカレートさせていく。まあエロいことだったらエロいことだよね。そんでそれを少しずつ繰り返して、まあエスカレートして徐々にはめていけばそのうち彼女を落とすことができるでしょう。彼女の意思や行動を尊重し、嫌なことはしない。その上で信頼を積み重ね、彼女を楽しませる。それが結果として月の実と彼女自身を落とす方法です。でもそれって結局催眠があってもなくても一緒じゃねっていう身も蓋もない話でした。ちゃんちゃん。そもそも本当に月の実とに催眠をかけようとするなら、まず彼女と会う。この場合はまあ複数で会うことが好ましいよね。その方が警戒心も薄くなるし。そんでなおかつ打ち解けやすい。そんで次に二人で話す。もしくは二人っきりで出会えるぐらいまで仲良くなる。その上でリアル前提だったら、二人で室内に会ってもいいぐらいの関係性にしなければならんよね。仮にそこまで行ったとして、今度、まあ、月の実と彼女自身が催眠術にかかる能力があるかないかが問われてくる。それで催眠術がかかりやすくなるように、それを何回も繰り返さないといけない。現実的じゃないよね。だからさ、催眠術ってのは、万能どころか、うまくいってトントン、うまくいかないとドン引きされるだけの可能性が高い、恐ろしく効率の悪い手法なんだよね。まあ結局、成功法が一番強いよ。催眠術で人をどうこうするなんて、良くないことですよ。